ポケモンをプレイしていてゴーストタイプって一体何なのか、ふと疑問に思った方も多いのではないでしょう。これも一つポケモン世界の謎と言えるでしょう。今回はゴーストタイプの傾向や近年の特徴などについてお話ししていきます。オンジャス、どうもサオでございます。レジェンズアルセウスのゾロアの情報が、最近出たと思うんですけれども、そこでね、気づいたことがあったんですね。またなんか変なところに突っ込もうとしてない？変なところに突っ込むのはこのチャンネルの特徴だと思うんですけど、最近ゴーストタイプってストーリーじみてきてるなって思って、それについては後で話す。今教えろよ。せっかちは呪われますよ。そんなわけで、そんな呪いに関係するゴーストタイプの話をしていきましょう。皆さんも一度は疑問に思ったことがあるでしょう。これは人生の中で一度は思ったってことにしていただいた上でこの動画を聞いていただくんですけど、死んでるの？なぜ戦いができるの？なぜ瀕死になるの？そんな様々な憶測みたいなものがあるんですけれども、結論から言うとゴーストタイプって別に死んでません。過去に死んだ歴史があったりするっていうポケモンもいるんですけれども、あくまで新たな命としてこの世界に憑依しているという形で存在しているのがゴーストタイプと言えます。エネルギーという形で、この世界というかポケモンの世界に存在しているイメージです。ゴーストタイプっていうものは呪いと呪いがあるように、ノーマルタイプとゴーストタイプ、これ結構対比の関係にあるんですね。反転したエネルギーと言ってもいいかもしれません。これは予測に過ぎないんですが、その中にも様々な型みたいなものが存在します。今回は実体っていう言葉を用いてるんですけど、格闘のエネルギーって何なのとか、水タイプがなんで水を噴射できるのとか考えると、どういう結論を出すでしょうか。それっぽいからですよね。水タイプのポケモンが水を噴射できる、格闘タイプのポケモンが殴って攻撃してくる、これは分かりやすいからなんですよ。だからゴーストタイプもそういった分かりやすいような特性があるっていうだけです。それではゾロア、翡翠の姿が公開されました。分類が恨みギツネポケモン。高さ 0.7、重さ 12.5kg。こういう風に重さがあるっていうのも実体化してる証拠ですよね。不思議な幻影を見せることから、かつて別の土地で人間から忌むべきものと考えられていたゾロアは生息地を追われ、翡翠地方に移り住むようになる。しかし他のポケモンたちとの争いや厳しい自然環境に耐えられず生き絶えてしまった。残ったゾロアの魂が人間やポケモンに対する強い恨みのエネルギーによってゴーストタイプに転生したのがこの姿だ。今回やはり特徴的なのがこの転生したっていうところですよね。新たにゴーストタイプのポケモン、生命として生まれ出ているっていうのがこのゾロアを筆頭としたゴーストタイプのポケモンなのかもしれません。というか、もう書いてあるからそうなんだと思います。今回翡翠地方、北海道がモチーフになっているので、キタキツネを想像すると分かりやすいんですけれども、キタキツネは別に絶滅しているわけではないんですね。ポケモンの世界では北海道に移り住んだことによって他のポケモンたちが結構凶暴な時代だったんですね。だからこそ絶滅してしまったっていうところがあります。さらに不思議な幻影を見せるっていうのは、かつてキツネって害獣として結構注目されておりまして、国語の教科書でゴンギツネ読んだことある人もいると思うんですけれども、結構あれ害獣だったからこそ誤解して殺しちゃったけど、ゴンなのかと言われて撃たれてしまったんですけど、ゴンお前だったのかっていうセリフがありますね。あれも害獣がそういういいことをするとは思えなかったからこそああいう悲劇が招かれたっていう話で、エキノコックスっていうね、寄生虫もいるので、結構害獣っていうね、見方をすれば、もちろん可愛い側面もあるんですが、こういった、歴史があります。でポケモンで置き換えるなら、ゾロアが不思議な幻影を見せたっていうね、ちょっと怖い部分、これがモチーフとなっているっていうところですね。明治以前からキツネって生息地を結構追われてたんですよ。というのもそれが都市化によるものです。ポケモンで言うなれば、関東地方とかいろいろな地方の開拓が進んで、ゾロアが住む場所がなくなってきたわけですよ。本当に他の地方って開拓が進んでたの？これは以前の動画でも話した通り、そもそも銀河団が他の地方から集められた人たちなんですね。他の地方って結構技術が進んでるんです。最近で言うとこのゾロアの発見に携わった研究員、あの調査員ってビデオカメラのことを奇妙な機械って言ってるところから、もう他の地方の技術が進んでたり、そっからもらった技術、つまりビデオカメラですね、それを手にしていたからこそ奇妙な機械って言った可能性もありますよね。
だからまだ開拓の進んでない北海道翡翠地方に逃げたわけですね。現実で言うとあの防寒具とかにも利用されてたわけですね。まあこういった形でね、恨みっていうエネルギーがあればゴーストタイプに転生できると。こっからが本題というわけで、ゴーストタイプをカテゴリ分けして見ていきましょう。ゴーストタイプで言うと何を思い浮かべますか？僕はゲンガーかな。そうですね、このゲンガーは初登場のゴーストタイプのポケモン。このポケモンはですね、このポケモンをカテゴリ分けするんであればソウル型です。それ名前つけたの？僕です。かっこいいでしょ。ゲンガーとかムーマとか影坊主とか、まあ、その辺の、まあ、ゴーストタイプっていうエネルギーがそのまま実体化したんだよみたいな存在を指します。このムーマっていうものは恨みのエネルギーではなくて、人を驚かした際の生命エネルギーなんかを吸い取るって言われてます。まあ、つまり恨みのエネルギーとこの驚かしのエネルギーっていうのは何に由来するものなのかっていうと、負のエネルギーですよね。まあ、全てを説明することはできないんですけどね、だって謎ですから。ちなみにムーマに生命エネルギーを吸い取られるとどうなるかっていうと、オカルトマニアが言ってたんですけど、この非常に穏やかな性格になるらしいです。それはそれで怖えわ。続きまして転生型ですね。まあ、これに関してはソウル型も転生型である可能性がありますが、この転生型っていうのは、まあ、かつての姿が確認されていた上で新たなゴーストタイプとして蘇っているポケモンです。例えばさっきのゾロはゾロアークですよね。ドラメシア、サニーゴ、この辺は太古の海をさまよう姿で転生したポケモンたちになります。まあ、この辺は多分絶滅とかと関係しているソードシールドのテーマみたいなところにもあると思うんですけど、ガラル地方のワイルドエリアのあのボコボコになった地形です。かつてなんかすごい災害があったんでしょうね。まあこれは多分彼のせいなんですけど、なんでそんなところで絶滅しなきゃいけねえんだみたいな、そういうね、無念の思いがこういったエネルギーと負のエネルギーとして、ドラメシア、サニーゴ、ゾロアとして蘇っているっていう感じですかね。続きまして憑依型っていうのも存在します。これは名の通りで、デスバーン、ジュペッタ、ギルガルド、ダダリン、この辺は憑依しているものになります。もともと現実世界にあったものに、その負のエネルギーが憑依してポケモンとなったっていう存在ですね。デスバーンっていうのは古代の石碑に負のエネルギーが混じった存在なんですね。デスバーンって古い昔からいる、イメージとしてはあの駄菓子屋ですね、おばあちゃんが経営している駄菓子屋ほどあの親しみ深いゴーストなわけですね。もう昔からいるゴーストなんですよ。まあ、ただ古いって言ってもあのそこら辺に石碑が落ちてればあのデスバーンね、その石碑に宿ってるだけなんで、古山気取った新山のゴーストの可能性もあるんですけど、まあ、この石碑に書かれているのは、長い蛇、まあ、現実の世界の由来だと結構いろいろあったと思うんですけど、まあ、これポケモンの世界で考えると、長い蛇って考えるとあの伝説のポケモン、また無限ダイナが出てくるんですね。でも全然無限ダイナと違くない？無限ダイナって、まあ、化石みたいなポケモンですって以前動画で紹介しましたよね。肉体がなくなった存在なのかもしれないみたいな立場で話したと思うんですけど、このデスバーンってもしかしたら肉体があった頃、まあ、つまりバドレックスに倒される前みたいなイメージで描かれている可能性は結構高いかなとは思います。でこの憑依型の中に謎型っていうのがいます。まあ、これも僕が名付けてるんですけど、抜け人っていうものはまあセミですよね。セミの抜け殻に魂が宿ったってイメージなんですけど、その魂どこから来たのみたいな話ですよね。なんでここで抜け殻とならなきゃいけないんだっていう負のエネルギーが、まあ、抜け人に宿ったっていう形なのかもしれませんね。続きまして複合型ですね。ソウル型と憑依型の派生みたいなところでもあるんですけど、複数の魂が一体のポケモンとして転生したっていう形になります。これは例えばミカルゲ、あとはバケッチャ。このミカルゲっていうのは108の魂の中に悪い気が入ってしまって悪いポケモンになったっていう設定があります。まあいろんな魂が入っていって複合したポケモンなんですね。でバケッチャもこれ意外だと思うんですけど、いろんな魂が入ってカボチャに憑依しているのがバケッチャなんです。だからこそあれ、魂の性質によって大きさが変わるのがバケッチャなんですね。なのでこういったいろんな魂が混じることによって一体のポケモンになるっていうケースもゴーストタイプにはあります。では次がエンチャント型。ダサすぎる。ゴーストっていう性質を体とか武器にエンチャントする、まあ、付与するポケモンですね。これはガラガラとかイダイトーが入ってくると思います。ガラガラに関してはですね、あの骨って母の骨なんですね。でもちろんあの太い骨、腕に持っている骨もあれ母の骨なんです。でアローラのガラガラの一族って、死を弔うっていうところ、結構死に密接したポケモンなんですね。儀式的な、まあ、なので仲間の死とか親の死
みたいなものに密接になる関係で、死の炎というものを操れるようになりました。あの炎は母親の怨念だと言われています。あくまで主体がゴーストの性質を持たない普通のエネルギーを持ったポケモンなんだけど、そこに負のエネルギーが付与しているっていうのがエンチャント型。まあ、ただイダイトーに関してはバスラオの群れの仲間たちの無念の魂が取り付き進化したっていうところになるので、まあ、どっちが主体かっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、生と死が入り乱れるそんなポケモンになってるわけですね。まあ、全てのゴーストタイプのポケモンは紹介できてないんですけど、面白いところから紹介してみました。結構ゴーストタイプもね、説明をしようと頑張ってましてですね、最近ゲーフリが。昔より絶滅がキーになってきたり、死がイメージされているポケモンが多くなってきたと思います。まあ、ゲンガーとかムーマとかイタズラポケモン、そういった幽霊だよみたいなポケモンが多かったんですけど、最近は先ほど言った通りストーリーじみたポケモンが多いですよね。まあ、ゴーストポケモンの傾向っていうのもね、こういう風に変わってきてるんですよね。まあ、だからこそ今回こういう動画を出してみました。はい、というわけでございました。以前の動画グッド最多勝、復活ダイパリメイク海外メディアの新情報と開発状況が悪い方向で話題について解説っていうところですね。で、結構グッド多い人がいたんですけど、その中でもグッド200オペウス34163 読めないですね。地味に好きだったのがジムバッジの仕様なんだよね。あの磨けるやつとタッチするとドレミファソラシドが鳴るやつ、僕あれ嫌いなんですよね。あれなぜかっていうと、常に綺麗な状態にしておきたいんですよ僕。あれなんか時間経過でなんか錆びるというかくすみますよね。あれすごい腹立つんだよな。また磨かなきゃいけないのかみたいな。これ子供の頃の話ですからね。はい、というわけで懐かしいコメントでございました。それでは今回チャンネル登録をしますとですね、なんとですね、翡翠のゾロアのグッズが出ることが予想されますが、過度な人気から転売が予想されます。つまり品薄になるということです。今回はポケモンセンターでゾロアのぬいぐるみが買える可能性がですね 4% 上がります。ぜひともグッズ欲しい方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。